今日の沖縄地方は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で平年を大幅に下回る寒さとなっています。国頭村奥で今日午前8時過ぎに 10.5 度を観測するなど、県内各地で最も寒い時期を下回る冷え込みとなっています。もうめっちゃ寒いと思いました。着込んできました。これいつもやってないんですけど、マフラーをつけて、はい、でもまだ寒いです。ちょっと回路を買い足そうかなと思っています。上着をちょっと中から羽織っていくの忘れてきたので、やっぱり寒いなと思います。10分ぐらい外にいたらちょっと寒いかなっていう。今日の那覇市の最高気温は15度前後となるなど、県内各地で1日を通して気温が上がらず、日中も真冬以下の寒さとなりそうです。